はい、あきらです、N バンに乗ってます。まだね、梅雨は明けてないと思うんだけども、まあちょっと晴れるとね、えらい暑いね。参ったって感じだな。東京はね、都知事選挙終わってね、やっぱり結果は予想通りっていうかね、やっぱ現職が強いねっていう話ですね。まあ今回の都知事選挙はね、もう投票の1週間ぐらい前からなんかね、ニュースとかワイドショーで全然取り上げなくなっちゃったんだね。まあそうするとね、争点、何が争点かとかね、なんかそういうのは全然関心がない人にはね、響かないっていうか、なんちゅうかね。まあだから結局は組織票だとかね、知名度で、まあ現職が有利ってことになっちゃったんだろうね。まあ実際ね、立ち会い演説が盛り上がってるとか言っても、そこに行くのはね、結局組織票の人がメインだからね。いくらそういうとこで盛り上がってたって、だから当選するかっていうと、そうじゃないだろうなっていうのは分かってたけども、やっぱりそうだったんですねという話ですね。開票結果をね、いろいろ分析してる人もいるけども、 SNS で盛り上がってるって言っても、投票する人はそこまでね、細かくは見てないだろうからね、なんとなく上辺の宣伝みたいなので、投票する人も多いだろうしね。まあ無難だから現職に投票しようっていう人も多いし、ということだろうね。ただ思ったよりね、投票率は高かったからね。まあこのとこの選挙でね、投票率60いくっていうのは割と高い方なんでね、まあなんだかんだ言っても関心はあった人が多かったんだろうなという感じですね。まあ私も東京といってもね、この繁華街から割と離れたところに住んでるからね、全然盛り上がりも何も感じなかったけども、まあそれでも 60% いくっていうのはね、やっぱいろいろ考えてる人が多かったんだろうなっていう気はしますね。うん、まあ調べれば年代別の投票率とかも出てくるんだろうけども、まあ、投票率高かったっていうのは、やっぱり若い人もいたからっていうことなのかな。政治に関心を持つ人が増えるのはいいことだなとは思うけどもね。まあそれにしてもね、今年はなぜかね、ニュースとかワイドショーとかで全然ね、選挙の話題が出ないっていうのはね、本当に不思議だったね。まあ、それでも投票率が高かったっていうのは、なんかなんでなんでしょうねっていう感じだね。もうほとんどテレビの影響力が それだけ減ってるってことかね。まあ新聞ではね、期日前投票の順位がどのっていうのはちらほら出てたんだけども、期日前投票で上位だった人を集めてね、討論会とかやったらもっと盛り上がったんだろうなとは思うんだけども、それだと公平な選挙にはなんないからダメだったのかね。あんまりマスコミではね、取り上げられない割には、投票率が高かったっていうのが、なんか不思議な選挙でしたね。というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。